南相馬市と全然雪の数とかがすごく初めて見ましたね。こんな白い綺麗だなと思いました。今回カラフルに生きてみようというプロジェクトのオーガナイザーです。南相馬の子どもたち38名でアートイベントはたくさん行って子どもたちを楽しんでもらおうというプロジェクトですね。自然の中にあるホテルに来たら、きっと楽しいのではないかと。みんなが出てから考えるっていうその発想がすごいと思いました。自分ももしできたらやってみたいと思いました。こういうのを置いてマジックで丸描いてロケットストーブっていう、簡易的なストーブを作りました。薪ストーブよりも燃焼効率のいいストーブってことでその辺にある材料で作れるっていう簡単なものを被災地のあたりで煮炊きをするために使われ始めてでだいぶ需要は最近増えているようです。今すぐじゃなくても子どもたちだからもっと大きくなってからこういうことやったってことを思い出してくれて何かあった時に役立つといいかなって感じですよね。停電とかね寒い時ね停電みたいな感じ誰ですかめっちゃうまい。激うまい。8時半ぐらいだったね。睡眠の色が安定と良しでどれぐらいの大きさ？ライフストライプは一日の生活を可視化してグラフィックに置き換えてストライプのようにしているプロジェクトです。睡眠だったり食事だったり生活の行動項目を入れ込んでいってその時間とその人によってストライプ模様ができるっていうプロジェクトをやってます。赤が趣味をやっている時でオレンジは食事している時で黄緑はくつろいでいる時です。どの時が一番楽しいですか？寝ている時です。ダイソー大成功最高の一日。福島の子どもということで最初はなんか意外とそんなに変わらないかなと思っていたんですけど、ちょっと話したりしているうちに学校がいつもの場所とは違くなってしまって違うところから登校してたりとか違うところへ登校していたりしてなんかそういうところをちょっとずつ分かってきたのでやっぱちょっと違うんだなっていうのは、福島の子らしさっていうなのをちょっと感じつつやったんですけど今日は一日を振り返ってそれを記憶に残すっていうことをやったんでそれを見てその後どうなるかっていうのが一番の問題のところでそれがちょっとでも見て元気が出たりとか見てこういうことをやってみようとか、自分の以外にも友達のを見てあそこまで同じ風に遊んでたけどその別れた後こうしてたんだとか私とは違うんだでも生きてるんだみたいな、生きてる実感っていうところを感じていただけるととっても嬉しいなって思ってますね。子どもたち南相馬市で見た時には小学生でも登下校は親の迎えとかおじいさんおばあちゃんのお迎えですからねみんなで遊んでるっていう姿は私自身はほとんど見てないもんですからそういうところはやっぱり不安っていうのがあるんでしょうね。どちらにしてもいろんな体験ができるっていうのはやっぱり本当に子どもたちのためにもなるし将来の生き方についてもね自分でいろいろ考えたりあと体験を通してその地元にお返しできるような子どもたちになれればねと思うんですけどもね。実は例えば今日作ったロケットストーブは寄付しますとかで今日作ったアート作品は東京で展示することでお金募金してまたセーフ南様プロジェクトに寄付するとか、だから本当に、まあ、今チャリティーしてますけど子ども自身がチャリティーもやります実は、まあ、直接な形ではないけど。でそうすると子どもたちは自分の力で自分の町とか自分の、地方手伝えるということを感じてもらいたいんですね。南相馬だと地元でも全然できないような体験を長野でできたのですごい楽しいし嬉しかったです。今度中学1年生になります。今どこに住んでるの？南相馬市の鹿島区です。自分のふるさとなんでやっぱり綺麗にちゃんと復興してもらいたいなとは思ってます。できることはやっぱり私らが将来この日本とか福島とかを担っていかなきゃならないんで、やっぱり私らが元気なくしてたら日本も福島も復興とか普及とかしていかないと思うんで、やっぱり元気とか明るさをなくさずに頑張っていきたいと思います。